はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンファンタジー2やっていきましょう。まあ、これまでのね、ドラゴンファンタジー2の R5 の、ね、いきさつ。とりあえずね、ノクティスとかも仲間入ったし、まあ、ビサイドまで来たんですよ。ね、まあちょっと、音楽変えてから行こうか。これか。あ、ライアンだね。これライアン入った時にしたいけど、まあ、いいか、戦闘音楽。え、ドラケ4。ドラケ4やったっけ。あ、5で行こう。すげえすげえ。勇者のリネームとかあんだね。今回ですけど、その、今ね、これイグニスとかいいんですよ。っていうのがね、ここの、ビサイドに向かうところのこの橋、ここでイベントが起こって、まあ仲間に入ったんですね。いや、強いんだよな。消費結構使うんだ。この橋のところでライトニングとホープがいたんですよ。ファイナルファンタジー13のね。で、それが、なんか主人公たち一行が来る前にも二人組、観光客がビサイド向かったって言って、ビサイドに行ったらノクティスとイグニスがいたんだよね。で、結局まあ全員仲間入ることになったけど、っていう話よ。私の方がいいか。エアリス強いよね。それで、ビサイド行ったのが、召喚師様ご一行っていうのがいてね。それがいないと、この左側にメルキドってあるんだけど、入り口がゴーレムでね、邪魔されてるんで、それをどかせないということで、訪ねたら、炎の洞窟に向かったっていう話ですね。こんなんもあるね。呪文使う。道中のなんか食べたりしたらなんか覚えるよ。強いイグニス。本当にメガネバカにすんなって言われるからね、この人ね。料理とか作れんのこれ。料理作るの確か得意で。確かというか得意でイグニス。猫食べてる。あ、これ上がるな。さあ、バーハ。あ、ここ青魔導士連れてった方がいいな。なんだいあなたたちは。あ、俺はティーだ。ユーナの召喚師のガードさ。え、召喚師の力を借りたくてこんなところまで来たってのか。そうですか。ラダドームから魔王ザンデを倒すための旅よ。ザンデを倒すことは召喚師の使命でもあります。力を貸して差し上げたいんですが、私たちはこの洞窟の奥で召喚獣イフリートを手に入れなければ。残念ながら今すぐに力を貸すわけには。うん、じゃあ、いっそのことあんたたちも一緒に来たらどうだい。協力してくれたらこっちもすぐ手伝うしだな。いいえ。冷たいこと言うなよ。召喚師の力が必要なんだろ。はい。手伝ってくれるんですね。ありがとうございます。ありがたいっす。言い忘れていたけど、こっちの大きいやつはロンゾ族の決まりだ。ロンゾ族は受けた敵の魔法を覚えること、使うことができるんだってさ。じゃあ行こうぜ。イフリートとは戦闘になるだろうから、ちゃんと準備しといてくれよ。まあ、都合よく青魔同士がいるから、まあ、この3人連れていく？そして食べたいのいるんだけどね。まあ結局3人使うことになるから。別に外さなくてもよかったね。銀縁メガネ一番
一番まずいのは、行くぞ。はい、ここは召喚獣フリートが眠る炎洞窟。ごめんね、イグニスとか使ってあげたかったけど。リュック無双もしたけどね。ブリッツ、スフィアシュート。まあ、併用できるからいいよね。まあボスで使うことなんだ、これは。まあ分かりやすい弱点ですけど、今回そのメルキド行くまでやろうかな。その次はね、とうとうね、まあザンデだろうからでもこの、ゴブリンパンチと自爆覚えられんね。あいつ30ぐらいにしといて、これでとりあえず大丈夫か。あ、倒したね。自爆ってこれ、ヒマリが食らわないとダメか？あ、そうだっけ、これ。カーソル得意。あ、あんな使うの、グレードカード。あれは食らないとダメだよね、ゴブリンパンチはね。自爆は？そういう便利機能になってないよな。ですよね。じゃあちょっと待ってティーダもそうだけど、ロー連れてこよう。まあ2分の1にした方がいいね。時空、回復できないから T だとロー変えるしかないよな。まあ本当はね、ユーナと T だは一緒に連れてきたいところなんですけど、青魔法っていうねものがあるんで、まず覚えさせていただいて、1個あんだ。別にそんな使う、自爆とあれがあるはず、今のゴブリンパンチをローか決まりが使われればランニングできますんで。メイだ。こういう時回し蹴り使いたいよね、本当にね。決まりも使えんだけど MP 少ないよ。まあこのままいてもいいしね、別に。絶対ティーダじゃないとダメってことはないから。あれ
宝どっかあったな。あ、出た。それは覚えたんだな。槍はね、使えるんですけどね。あ、どこだ。あー違う、これ自爆じゃない、メガンテだ。右のうち外れましたね。モノの息ずっとやられたらやだな。誰、なんでユーナばっか狙うの。違うよ、もうそれを2分の1で食らいたかったんで。使う予定はないんだけど、覚える予定はあんのよ。なかなかの神発言でしょ。まあ道中嫌でも合うでしょ。爪装備できなかったっけ。そういえば、できるよ。こっちで当てるんだっけ。いやーもう、ゴブリンパンチと自爆を覚えて、ここ攻略して、メルキドまで行くのが目的だからね。まああとでシバは使うでしょうから。面白いね、このゲームは本当に。はい、出た。じゃあちょっとゴブリンパンチを。覚えた。もうこうやったら用事がないと。ブラックゴブリンだから闇属性とかじゃないよね。全然ないよね。ただ黒いゴブリンだよね。オッケー。はい、見せるダガー。まあダガーだから、イグニスかな。イグニス連れてきたいな。どうすかな。全部覚えたら一回出てもいいよね。ローとイグニス変えてもいいかな。あ、出た。とりあえずメガンテ怖いから。残り HP のダメージ食らうからね、メガンテはね。あー、また外れた。こういう時青魔法使い3人いるとね、便利だよね。どこ、あー全部2分の1なんだけどな。もう相手あのメガンテ使った瞬間終わりなんですけどね。これやっとけばもう次からもう嫌でも覚えるタイミングはあるんですけどね。使ってこないね。ユーナで殴った方がいいかな。倒すんかい倒すんかい
メガンってもう役所ないじゃん。まあしょうがない。あ、俺も針覚えない。ニードルか、針千本じゃないもんね。これは FF5 にいるモンスターだね。お、聖なるナイフ。どうやって生属性つけてんだろうね。そういうシステムとかないのかな。怒りのユーナ、なんかここで動画いっぱい使えそうだよね。いやー、イグニス使っていきたいんだけど、さっきメガンって覚えてたら出てたし。もうついたんじゃない。あ、ついたわ。あ、バカ！なんで余計なもん、本当に。いや、あんなメガンテ使ってくれなかったからって、ちょっと、おい、マジかよ。空気読みなされ。マジかよ。ユーナはね、ちょっと使いたいからね。メガンテは使えるでしょ？どこですか。イグニス、イグニス、ごめんね。まあ倒してからでも覚えられるからいいや。倒した。絶対メガンテ覚えなくちゃいけないってことはない。まあローで行くのもありかな。はい、私はイフリート。長い間この毒に封じられていた。私の炎に頼る者のみ、私を呼び出す資格を持つ。大丈夫ですか。あ、まずい。うー、バカだ。変なとこつくから。ガード、あ、出る。うん。メテオストライド使ってくるよ。まあ無理に回復したりとか攻撃したりとかね、やっぱそのタイミング間違えなければ、よっぽどのことなければやられないよね。ただ火力は高いんで、そこそこそれは注意ですけどね。これで私たちの用事は終わりました。次は私たちがソロさんの力になります。確かメルキドの町に父が召喚したモンスターがいるんですね。私にできるかどうか分かりませんが、それがザンデを倒すことにつながるなら行きましょう。はい、ザンデ倒しましょうということで、まあ、とりあえず覚えようよ。
メガンテをさ。同志タルキンを見習えってね。あ、出た。どこ？あ、やった。よかったですね。で、行くんだけど、もう青魔法は使わなくていいかな。ここで頑張ろうか。毎回外さなくていいかもしれないけどね。イフリート使いたいんですよね。地獄の階、地獄の体育座りだ。経験値のズレが生じないっていうのもまたね。ここは通さぬ。私ブラスカの娘で召喚師のユーナと申します。といってもまだ召喚師にはなったばかりなんですが、今は亡き父の代わりザンデを倒すためどうしてもメルキドの町に行かなければならないのです。道を譲ってもらえないでしょうか。確かにお前からはブラスカの匂いがする。ではこれからはブラスカの娘を守る。お前新しい主人、三つを願い叶えてくれよ、ね。メルキドを滅ぼしてくださいって願いしたらどうなんだろうね。守ってたんで。どうやらゴーレムを手に入れたようだな。アーロン、一体今まで何してたんだよ。待っていた。お前たちがザンデを倒す力を身につけるまでな。ユーナ、プラスカとの約束だ。今この時よりお前のガードを務めたい。父がそんなことを。ありがとうございます。よろしくお願いします。音楽順番に聞いていこうかなと思うんだけど、どうしよう。天のメンバーだから今回天の音楽でもよかったかもね。ロトの勇者だな。ザンデとの戦いは厳しくなる。俺が力を貸してやろう。だから音楽はルーティーンあるから、別にそこまで気にすることない。この仲間いるよね多分ね。FF4 だね。こんな城壁など魔王の手にかかればひとたまりもないだろう。いや、メルキドゴーレムいたからそんなことないよ。ミシェリンの武器はいかが？アレフガルドでミシェリン製品売ってるのはこの街くらいですよ。ブレードがあんのか。アシュラ。ウムも預かっちまいました。カーミューとジタンがいたな。そろそろジタンとかも盗みやんないといけないし、ドランで食べなくちゃいけないし、アーロンか。結局ここアーロンだよな。盗むがね、アリーナ連れて行きたいな。まあ、アーロンせっかく入ったからね。どうしよっかな。カミウスか。持ってんな、普通に。
ていうのが次のところでドラン使うんですよ。かつてこの世界が闇に包まれた時、一人の男が空から落ちてきたそうだ。その男こそが勇者ロト。もしこの話が本当ならロトは神様の申し子だったのかもしれんな。いや、なんかいろいろあるかもよ。無能なドラゴンがどうとか、ああなんでもねえなんでもねえ。ああなんでもねえ。ねえ、私のポートピアと、あなたドラゴンハンタジーを、なポートピアって。まあいいや。触れないでいこう。今晩のおかずは何にしようかね。大根が安いよ。はいはい。一個くらい持っといた方がいいね、テントはね。お兄ちゃんたち強そうだね。はい、うん、なんでもないんだ。町の入り口にいたゴーレムはその昔大召喚士ブラスク様がこの町のために呼び出したんじゃ。ここで作られたんじゃなくて呼び出したんだね。もし魔物たちが襲ってきたら危ないから、この町は砦の中に作られているのよ。さて、光あれいるね。勇者のために祈りましょう。光がそなたと共にありますように。そして行くがよい。毒の沼の盾札より北に3、東に4、その場所。愚か者って言われるからね。まあ、準備ぐらいはしといていいのかな。この町にあるアクセサリーは魔物の嫌な攻撃がなんたらかんたらつってたね。読めてね、ちゃんとね。どうしようかな。うん、雨と太陽。あ、サントハイム行ってないじゃんね。はい、ということでどうすっかな。サントハイムに、あ、まあ次回そこでいいかね。アーロン入れました。まあアーロン強いからね。今攻撃見とけばさ、次回別にアーロン入れなくてもいいよね。まあアーロンはすごい使いんですよ、この人。めちゃくちゃ使いんですよ。お、あ、ガーバー盗んだ。跳ねえからさ、この人さ。あれにディレイついてるって意味がわかんない。HP も高いし。タナトスハント。よし。ということで、今回これ終わりたいと思います。ね。はい。ガードアーロンが入りました。ということで次回は、まあ、雨と太陽を合わさるときって言ったんで、サントアイムに取り忘れてるなんで、それ取って、ね、毒の沼地行きましょうか。ね。よしければ、グッドボタン、チャンネル登録、エクソンフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。